『朝ドラ』べっぴさんあらすじ予告」最後はすみれと母・花の別れ10月7日金放送分危機物語すみれは入院中の花についに刺繍のハンカチを渡すことができました花はすみれからの贈り物を心から喜びすみれの手を取りながら刺繍の手ほどきをし母娘は 満ち足りたた。時間を過ごししていましたその時磯谷は苦渋に満ちた表情を浮かべていました花の主治医が磯谷に宣告していたのです花に残された時間はもう残りわずかであることを数日後医師の計らいにより花は一時帰宅が許されました自宅に戻った花は磯谷に告げましたゆりとすみれをお願いすると 花は手作りのタペストリーをユリとスミレに送り、それに感激したスミレは花に言いました。自分は別品を作れるようになりたいと。その数日後、家族に見守られながら花は息を引き取るのでした。